アビゲール・スミス・アダムズは第二代アメリカ合衆国大統領ジョイン・アダムズの夫人であり第六代大統領ジョン・クイーン・シー・アダムズの母でもある。マサチューセッツ王室領植民地のボストン郊外に生まれた。身長5フィート6インチ。アビゲールは夫・ジョンが大陸会議でフィラデルフィアに赴いている際、夫に宛てた多数の手紙で知られている。 ジョンはアビゲールに対し、多岐にわたる相談を頻繁にしており、交わした手紙は、政治や政府に関する意義深い対話で満ちていた。二人の間に交わされた手紙は、アメリカ独立戦争時の資料として、また政治批評の資料として、貴重なものとされている。アビゲール・アダムズの成果1817年に、トマス・ジェファーソンからアビゲールに当てられた手紙、ジョージ・エス・チュアートによる、 彫刻ギルバートスチュアートによる晩年の肖像画アビゲールは1744年11月11日、イギリス領北米植民地のマサチューセッツを出領、植民地にあるエマスのノースパリッシュ、改収派協会にて、ウィリアム・スミスとエリザベス・クインシー・スミスの次女として生まれた。母方は、マサチューセッツでは、名日通った政治家一家、クインシー家の血筋であった。 母、エリザベスを通じ、ジョンハンコックの夫人、ドロシー・クインシーといとこの関係にあった。幼い頃のアビゲールは病弱で、学校に通えるほど健康ではないと思われていた。このために、公の教育は受けられなかったが、アビゲールは二人の姉たちと共に、母から読み書きや算数を教えられた。また、父、おじ、 祖父の書斎のおかげで、イギリス文学やフランス文学を学習することもできた。ジョン・アダムズは1762年にアビゲールと会い、二人は、茶目っ気たっぷりで、率直に愛情を示すラブレターを交換するようになった。26歳のアダムズは17歳の聡明で活発な少女に心を惹かれてしまった。彼女は、後年に、アダムズにとって、知的で頼れる女子となった。 二人は思想的に共鳴する部分が多く、アビゲールもアダムズと同じくイギリスからの独立を求め、そのための闘争を支持していた。1764年10月25日に二人はウェーマスにあるスミス家で結婚した。式の後に二人はジョンの父から受け継いだ農園とコテージに住み、後にボストンに移った。夫は結婚当初から 政治活動で忙しく家を留守にしがちであり、別居生活の繰り返しは一生続いた。結婚生活の大半は未亡人生活のようなものだったとアビゲールは10回している。夫のアダムズとの間には6人の子供がいた。長い別居生活の間に数多くの手紙のやり取りが交わされた。百八十四年にフランスへ渡って夫と再会し、 パリでフランス人のマナーを興味深く観察した。その後も翌1785年に初代在営全権講師として着任した夫を支えた。アビゲールは1788年に喜んで夫アダムズと共にアメリカ合衆国に戻りオールドハウスの通称で知られるマサチューセッツ州クインシーに帰った。この建物はアビゲールによって大きく増改築が 施され、現在でも、アダムズ国立歴史公園に現存し、一般公開されている。1789年に、アダムズが、ワシントン政権下で、最初のアメリカ合衆国副大統領になると、アビゲールは、最初の4年間を懸命に、セカンドレディとして様々な公式行事を真面目に、こなそうと努力した。しかし、アダムズは、 世の中で最も無意味な職務と副大統領職に失望するようになった。第2期に入るとアビゲールも疑問を感じるようになってマサチューセッツへ帰ってしまった。夫のアダムズがワシントンの公認として第2代アメリカ合衆国大統領に選出された。1797年3月4日の大統領、就任式には出席できなかったものの、その後は、 ファーストレディとして精力的に活動した。初代ファーストレディのマーサ・ワシントンとは異なり、彼女は活発で知的で会話が上手なホステスと評価された。1798年にフランスとの戦争の危機が高まり、アビゲールは退仏教訓論者としてアダムズにフランスとの戦争を宣言するように促したが、最終的には平和維持を優先する夫に、 彼女も納得した。反連邦主義派は彼女を、婦人大統領と呼んで皮肉った。1800年に首都がフィラデルフィアからワシントン DC に移され、同年11月から新たな大統領官邸となったホワイトハウスで4ヶ月過ごした。当時のホワイトハウスは、まだ未完成であり、2階への大階段はできておらず、ベッドルームも完成していなかった。 水は800メートル離れた林火から汲んでこさせなければならない不便さで暖炉で燃やすための焚き火が足りない上に焚き火を運んでくれる人材も不足していた部屋の内部は冷たくアビゲールはリューマチに悩まされた1800年の大統領選挙でアダムズが敗れると翌1801年に一家はクインシーに退いた夫妻は大統領選の敗北に 大きなショックを受け、アダムズは、後任のトマス・ジェファーソンの大統領就任式に、立ち会うことを、潔しとせずに故郷に帰ってしまった。当時書いていた手紙を見ると、アビゲールは、息子の政治的キャリアを真剣に支援していた。後年、アビゲールは、夫の性的であり、自身を深く傷つけたジェファーソンとの手紙のやりとりを、再開している。アビゲールは、 蝶チ,チフスを患い、1818 18年10月28日に亡くなった。73歳遺没。彼女の死の直前に、夫、ジョン・アダムズは息子に、妻の愛情に満ちた参加と、元気な励ましが、自分にとって耐えざる支えとなった。彼女が傍らにいてくれなかったら自分は成功したか、疑わしいと述回した。息子、ジョン・クイン・シーアダムズも、母は、 地上の天使だったと述べた。アビゲールの最後の言葉は、友人よ、親愛なる友人よ、どうか嘆き悲しまないで。私はもう準備ができているの。ジョン、妄想長くはないわ、だった。夫のアダムズは8年後の1826年に、息子のジョン・クインシーの大統領在任中に亡くなった。夫妻は、クインシーのユナイテッドファースト教区教会に隣り合って、 埋葬されている。アビゲールは結婚した女性の財産権や女性がより多くの機会、特に教育分野における機会を得ることに対し先駆者的な主張を行った。アビゲールは女性たちは自分たちの権利のために作られていない法律に従うべきでない。また女性たちは 単に夫の相手役としての単純な役割に満足してはならないと信じており、女性たちが自ら学ぶことにより、知力として認められることにより、彼女たちの夫や子供の人生を導いたり影響を与えたりすることができるだろうと考えていた。アビゲールは1776年に夫のアダムズと第二次大陸会議に宛てた手紙においても知られている。 その中で彼らに対し、アビゲールは、女性たちのことを忘れないでください。そして、彼女たちに対して寛大かつ好意的であってください。夫の手中にかようにも絶大な権力を与えないでください。すべての男たちが、暴君となり得ることを忘れないでください。もし女性たちに、特別の注意が払われないのならば、私たちは無本を先導することを決心するとともに、 私たちの声が反映されていない、いかなる法律に私たちが縛られることもないでしょうと求めている。アビゲールによる風変わりな法の求めはアダムズに断られてしまったが、この手紙は女性の平等な権利を求める最古の書物の一つとして評価されている。アビゲールとジョンは奴隷制がアメリカの民主主義の実権に対する悪と脅威であると考えていた。 1776年3月31日に書かれた彼女の手紙ではバージニアの人々が奴隷から自由を奪って以来果たして彼らの大部分が主張しているような自由に対する情熱を持っているのかと疑問を呈している。奴隷制度に対するアビゲールのスタンスについて注目すべき事件が1791年にフィラデルフィアで発生している。 奴隷でない黒人の若者が彼女の元を訪れて読み書きを教えてもらえるよう頼んだ。近隣からの反対がなかったわけではないが彼女は彼を地元の夕方の学校に委ねた。アビゲールは彼が他の若者と同じ住民であるのに単に肌色が違うというだけで教育が断られてしまうのかどうすれば彼は生計を立てる資格を得るのか私は 彼をリビングに連れて行き読み書きを教えることが恥ずかしいことだとは思ったことがありませんと答えた。アビゲールは1753年にユニテリアン主義に転じて以降、夫のジョンと同じくクインシーのユナイテッドファースト教区協会において熱心に活動を行った。クインシーの郊外にアビゲール・アダムズ・ケアンというケルンがある。アビゲールと息子のジョン・クインシーが バンカーヒルの戦いとその戦火で炎に包まれたチャールズタウンを見たとされる丘の近くに立っている。眼下に戦いの光景を見ていた際、彼女はマサチューセッツ植民地議会の議長であったジョセフ・ウォーレンの子供たちのことを懸念していた。しかし、ウォーレンはこの戦闘で命を落としている。ワシントン DC にあるアダムズメモリアルは アビゲールと夫、そして二人の家族を記念して作られている。アビゲールからアダムズに送られた手紙の文章は、ブロードウェイのミュージカル作品、1776で有名なものとなった。1969年のミュージカルと、1972年の劇場映画版では共にバージニアベストフが、アビゲール役を務めた。また、1976年に、 PBS が制作したザ・アダムズ・クロニクルズではキャサリン・ウォーカーが演じている。さらに2008年の HBO によるミニシリーズジョン・アダムズではローラ・リニーがアビゲール役となりリニーはアビゲール役を演じることについて彼女は情熱と理念の両方を備えた女性ねと話している。大統領一ドル硬化プログラムの一環として合衆国造弊局が発行した。 ファーストレディ記念10ドル金貨及び銅メダルのシリーズではアビゲールのものが2007年6月19日に発行され数時間のうちに完売となった。コインの表面には肖像画が裏面にはアダムズに当てて手紙を書いている場面が描かれている。銅メダルの裏面で一部ルイーズ・アダムズのデザインが誤って刻まれて発行されていたことが報告された。ありがとうございます。